事件はこの規制線の奥、住宅街の中で起きました。去年10月、岡山市で起きた銃撃事件。指定暴力団池田組の組長を対立する6代目山口組が狙ったとみられています。いや、ちょっと怖いですね。一言じゃないです。未だ続く山口組の分裂抗争、衝突が続く一方、警察の厳しい取り締まりなどで組員は過去最低を記録。暴力団を抜けるいわゆる辞め棒が増えるものの、その受け入れ先は未だ十分ではありません。就職はなかなかやっぱ雇ってくれんのんじゃないですかね。増加する辞め棒をどう支え、社会復帰へと導くのか、その現場に迫りました。特集は暴力団を辞めた元組員、いわゆる辞め棒の構成を取り上げます。まずはその現状です。警察庁によりますと、1991年には暴力団員は全国で9万人以上いたんですが、翌年に暴力団を厳しく取り締まる暴対法が施行されたことで、暴力団の収入は減り、組員の数も減少しています。現在はかつての3分の1以下になったものの、同時に受け入れ先が課題となっています。多くの人が定職に就けず、再び罪を犯すケースが後を絶ちません。そんな中、再犯を防ぐため辞め棒を積極的に雇用する倉敷市の企業に密着しました。自身も辞め棒である経営者と社員の思いを取材しました。今も体に残る暴力団員だった過去。組の時はもうここは入ってます、前は。いや、僕は後悔しないですね。好きでやってるもんだから。見てください、後ろも。おお。すごい。倉敷市の建設業、あざみです。ペン持つように、ハケ持って。ペンを持つように。そういうこと。この日、塗装の技術を社員に教えていたのは、かつて暴力団員だった渡辺健二社長です。社員15人の中には同じ辞め棒がいます。元暴力団所属したのは15年ぐらい、服役は6回してます。傷害とか窃盗、逮捕歴で言ったら10回以上あるんじゃないですか。バカだったなって思いますね。2009年の会社設立以来、行政と連携して犯罪歴のある人を積極的に雇用する協力雇用主となり、これまで4人の元暴力団員や関係者を受け入れてきました。就職はなかなかやっぱ雇ってくれんのんじゃないですかね。受けてあげたらみんな真面目に構成するんじゃないかなと。渡辺さんによると、暴力団を離れる人は近年増えているものの、就職口はほぼなく、再犯する人も多いといいます。実際、法務省の調査では再犯者のおよそ7割は無職でした。刑務所の中でもなんか一応そういう就職活動じゃないですか、ハローワークみたいな感じでは建前上ありますけど、やっぱ9割方受け入れてくれないんですよ。元暴力団員で服役経験がある40代の A さんも、出所後社会への希望は持てませんでした。でも飲食店ではもうまず無理です。仕事を探しても仕事がないんですよね。というか仕事はあっても断られるという、なかなか厳しい現実があります。自分自身がそうなんですけど、まあ、刑務所の中で知り合った人間とまた一緒に遊ぶようになったり、稼いだ密売をしたり、恐喝強盗でも出たり入ったり出たり入ったりで、日本も子供に一番申し訳ないなと思いますね。いや、辛いですね、はい。辞め棒にいつまでもつきまとい消えない過去。第二の人生を歩むことは決して容易ではありません。
倉敷市で建設会社を経営するやめ坊渡辺健二さんです。この日向かったのは岡山刑務所。収監されていた男性を出迎えます。ありがとう。この男性のように元暴力団員や罪を犯した人を積極的に雇用している渡辺さん、決して見捨てないのには訳があります。なんか皆さんそんなこうすごい17歳で母を亡くし、非行はエスカレート。覚醒剤に手を出し2度逮捕されました。行き場もなく24歳で暴力団員。子供が生まれたことをきっかけに4年後に脱退しましたが、何度も過ちを犯しました。それでも家族や友人は渡辺さんを見捨てませんでした。暴走族の先輩に言われたのが、おめえがなんぼ崩れようがシャブいっとろうが何しようろうが、わしはおめえを後輩として見とるけいう言葉は今でも覚えてます。声してくれる人がおるんじゃおるんじゃと思ったら、あ、やっぱりダメだなってだんだん気づくんですよ。なんか僕が変われとるから必ず変わってくれると、やっぱ心の中ではずっとやっぱそれは思い続けてますよね。今度は自分が誰かを支える側になりたい。この線が線もある。これでずっと壁に当たらないように、はい、少しも気になる見えるように。社会で共に生きることを伝えたいと、社員と月2回ほど地域で清掃活動を行っています。かつて就職先もなく再犯者となったやめ坊の A さん、自身の変化に驚いています。初めてだね、1年半、出所して1年半この社会におるの。普通の人だったら何を言うこの人って思うけど、初めて1年半社会におる俺の中ですごいこれ記録ないね。そういう場所があれば誰でも誰だそういうことができる。A さんの更生を誰よりも信じているのは家族です。世界中のみんなより働いてほしい。なんか見たの働いてなさそう最近仕事して辛いとかそういうのは感じんから、嬉しいことばっかりですよね。その渡辺の社長、女房であったり女房の両親であったり子供たちに、もう裏切れん人がたくさんおるから、もうあの犯罪を犯される。やっぱ社会の人で一番見てほしいのは、どんな犯罪者でもやり直しは必ず聞くじゃないですか。ずっと受け入れて、もう今の状態で変わらずやっていきたいですね。信じる人がいれば未来を変えることができる。新しい人生を目指して渡辺さんたちの奮闘は続きます。今回取材に当たった佐藤記者です。暴力団の抗争が続く一方、このように新しい道を歩もうとしている人が多くいるんですね。はい、ただ支援体制は未だ十分とは言えません。法務省によりますと、仕事がない人は再犯率が3倍になると言います。社会がやめ坊の人々の更生を支えていくことは、犯罪を減らすことにもつながります。暴力団を辞める人々が増えている今だからこそ、さらなる理解が求められていると取材を通じて感じました。